や、その優等生じゃないんですけどね、あんまいろいろ実はこう、あのジャマイチのリーダーのウェさんと会ったのもドローバーというバーで私がかなり飲んだくれてベロベロに酔っ払いながらあって、ね、そんな飲み友達だったことが多々あり、まあ、そういうこともありますね、はい。じゃあ次の曲、あんまり喋らない方がいいんですね、私次の曲はですね、オリジナルで、この曲は、まあ、ちょっと、ナスカで、ちょっと踊ってる女の子たちをイメージしながら作った曲です。アルゲハ、お届けします。